はい、皆さんこんにちは、ワネルグルビジです。では今回はデモクラシー3をプレイしていきたいと思います。政治のね、ゲームになっているんですけども、デモクラシー3となっているように、おそらく1、2もあったんだろうなぁとは思うんですが、僕自身1、2はやっていないというのもあってですね、今回初めてこのデモクラシーをやっていきます。デモクラシーの3です。で、早速、新しくゲームを始めていきたいと思うんですが、一応モッドで追加して日本を追加しています。日本の2015年ですね。で、まず、あなたの党名、そして対立政党名というのがあるので、これを自由民主党に変えて、対立政党名だよね。これさ、まあ、こう言っちゃなんだけど、まともなね、今野党が存在しないというところではあるんですが、どうしようかな。一応民主党にしますか？今はなき民主党。で、任期っていうのがあるんですけど、このデモクラシー3は、まあ言ってみれば日本でいう首相、今で言うと安倍さんですよね。で、プレイをしていくっていうスタイルになっていますと。じゃあ、任期なんですけど、一応自民党総裁が3年。まあ安倍さんのね、任期が3年。で、再選の回数が3回までになってますよね。だから、安倍さんが、3年の任期、再選3回目という、今真っ只中だと思います。で、ちょっとね、全然ゲーム始める前に長くなっちゃって申し訳ないんですけど、僕個人的にはね、安倍4選ありだと思ってるんですけどね、首相がコロコロ変わる、国のリーダートップがね、コロコロ変わると、まあ、なんだろう、今までの方針が、まあ、変わってしまうっていうのももちろん、まあ、間違ってればね、変えていく必要あると思うんですけど、あとは、外交ですよね。またね、リーダー同士、一から絆を作り直すとかっていうよりかは、もう安倍さん、それなりにね、在任期間長いんで、各国のリーダーとの面識もあるだろうしっていうのを考えると、年齢的にも安倍4選ありかなとは思うんですが、まあね、このあたりはおそらく、日本という、まあお国柄、安倍3選止まりかなというふうには思っています。あとは難易度はノーマル、このまま行きましょう。で、あとハリゲーン地震とかありますけど、これもこのまま行きます。で、この後ですね、ゲームの方を早速始めていくんですけども、まあ、僕自身も初めてプレイするゲームだよというお話をしたところもありますし、あと皆さんもね、まあ、馴染みがあまりないゲームになっているんじゃないかなというふうには思いますので、今回はですね、チュートリアル、これもね、しっかりプレイをして、ゲームの、まあ、プレイの方法ですね。このあたりを勉強しながらね、プレイの方はやっていきたいなというふうに思っています。ちょっと今、くる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 しちゃってるんで、押せるかな？あ、押せますね。じゃあ、チュートリアル見ていきましょう。ようこそ、デモクラシー3へようこそ。あなたはプライムマニスター。まあ、言ってみれば、首相ですね。だから日本でいうところ。最初の任期をスタートし、私はあなたの参謀として、ここでゲームシステムを説明しますというふうに言ってきてくれているので、まあ、このチュートリアルをね、最初皆さん退屈されてしまう方いらっしゃるかもしれないんですが、お付き合いをお願いいたします。下にあるアイコンは私たちの国についてのキーとなる指標を示しています。願わくばあなたが物事をより良い方向へと変え、キャリアが終わるときに選挙で再選されますように、下のウィンドウのボタンを押して統治を開始してください。じゃあ任期を開始していきましょう。当選おめでとうございますと。いうことになってますね。GDP がどうたら、健康教育、貧困、犯罪、失業、いろいろありますが、押せないね。任期を開始します。押さなきゃいけないね。押します。メイン画面。ここでは国家の状態を外観することができますですね。様々な要素があり、複雑なように見えますが、どれも似たような働き方をしています。アイコンは社会や経済の異なる対象を表しており、政策や法律、有権者グループ、そして健康や教育水準といった重要な概念を示す数値などがあります。ボタンをクリックして次に進みましょう。はーい。画面中央に表示されたこれらのゲージはあなたの政府に対する印象を示したバーとともに各有権者グループの現在の状態を表しています。見てみると、まず社会主義者、資本主義者とか定年退職者とかね、いろいろありますね。若年層、少数民族。日本でいう少数民族って今やもうないですよね、おそらく。まあいいや。グループ名、背面の灰色のエリアは各有権者グループに所属している私たちの支持者の割合を示しています。最も重要なコンセプトの一つとして、有権者が同時に複数の有権者グループに所属できるということが挙げられます。なるほど。例えば自分は自営業であり、かつ社会主義者であるとか、そういったことが可能ってことですよね。そして彼らが各有権者グループにどれだけ傾倒しているかは個々人によってばらつきがあります。うん。この中で言うとちょっとびっくりするのが運転手っていうね、くくりが一つあるのが、何なんだこれはっていう感じがしますけどね。運転手。まあドライバー、普通のドライバーのことで合ってるんだろうとは思うんですけど、どうなんだろうな。ここで言うと僕は、社会主義者でも資本主義者でもないし、定年退職者でもない。まあ、通勤者ではありますよね。愛国者、どうなんだろうな。まあタイの方が好きですけどね。ドライバーか。まあ、車は運転はしますけど、職業運転手ではないので、なんだろう。まあ運転手ではあるのかな。自由主義者、宗教派閥。宗教はね、全く興味ないんですよね。僕自身が改組して教祖になりたいぐらいなんで、労働組合員ではあります。自営業者ではないですね。ミカミックスは自営業ですけどね。環境主義者、富裕層。貧困層だよ、もう完全に。あとは中流階層、子育て世帯、子供欲しいんですよね。農家、公務員、保守主義者、若年層、少数民族全般という風になってますけど。まあこんな形で、有権者のグループが、されている、グルーピングされているっていう話だと思います。続いて政策。白いアイコンが政策です。すでにいくつかの政策が実施された状態でゲームを開始しますが、そのほとんどはキャンセル可能。続いてデータ。青いアイコンはあなたの国に関連する統計データを表しています。国内総生産や犯罪、国民の教育水準といった抽象的な概念についてのデータです。GDP とかって抽象的なのかなまあ教育水準はね、ちょっと抽象的な部分ももしかしたらあるかもしれないですけど、犯罪数とかね、GDP の数字は、かなり、カチッとしたデータが出るんじゃないかなとは思うんですが、で、あなたは政策を通してこれらの統計データに対し間接的な影響を与えることができる。なるほど。1個前の画面の白い政策でこれらのデータに変化を加えられるっていうことですよね。他のアイコンのように経済や社会のどの部分を表しているか、例えば交通や税金などに応じて画面の異なる領域に表示されます。なるほど。続いて、赤や緑のアイコンは状況を表しています。現在あなたの国で生じている出来事がいいことなら緑色、悪いことなら赤。わかりやすいね、これは視覚的に。関連性。政策データ並びに現在の状況は影響でもって相互に関連しています。アイコンにマウスオーバーすることで、それぞれの間に存在する影響の流れを確認することが可能。グリーンはポジティブな影響を示し、赤はネガティブな影響を示しています。影響の流れるスピードは個々の影響の強さを示している。ちょっとじゃあ見てみますか。これ見ると、領域がですね、1、2、3、4、5、6と出てますね。7だね。法輪は外交なのかな。トランスポート、ちょっとトランスポートだね。トランスポートがあって、ロー&これはオーダーで合ってるかな。もう一つここがパブリック、サービス。で、ここがタックス。税金ですかね。で、エコノミー。経済関係かな。そんな感じですかね。では、いくつかちょっと外交海外支援とか見てみる？これは緑がポジティブだったよね。外交関係にポジティブな強い影響を出しているっていうことで合ってるのかな。一方、海外支援は愛国者たちにとってはマイナスな影響が出ている。そういうこと？じゃあ、ちょっとデータを少し見てみようかな。空の旅。空の旅は高収入から大きな影響を受けている。で、環境に関してはマイナスネガティブなんだな。国際貿易 CO2 の排出量とかは、空の旅は CO2 の排出量はポジティブなんですね。なんか、イメージ的にはね、航空産業 CO2 の排出量多いイメージがありましたけど、まあでもやっぱり鉄道とかね、その車利用よりかはがエコなんですかね。ちょっと他にもいくつか見てちょっと勉強しておきたいな。ストリートギャング。ストリートギャングに関しては何なのこれ。失業しているっていうデータがストリートギャングにものすごいプラスの矢印が出ている。これをどう理解すればいいんだろう。失業者が多いとストリートギャングが増えるよっていう理解でいいのかな。そうだよね。貧困も、データが出てますけど、貧困が多いとストリートギャングが増えますよっていうことであってね。ホームレスも同じかな。で、ストリートギャングが増えると犯罪が増えます。これはだから増えるっていうことに対してポジティブなんだね。だからストリートギャングが増えると、ストリートギャングが増えたらネガティブじゃんっていうふうに思うと思うんですけど、そうじゃなくて、数値が上がるか下がるかでポジティブがネガティブがっていうのを考える必要がありますね。だからストリートギャングはストリートギャングの視点に立つ必要があって、ストリートギャングが増えるには失業あるいは貧困が増えるとストリートギャングが増える。ストリートギャングからするとポジティブな、まあその影響を受けているっていう、そういう理解で合ってますかね。おそらくそうだと思います。じゃあ一通り見たので、次へを一回押しちゃいましょう。有権者。それでは特定の有権者グループについて見ていきましょう。13階級の有権者バーをクリックしてください。まあ、ここでいう中流階級かな。この画面では特定の有権者グループに関する詳細を示しています。各有権者グループには固有の意見と優先事項があります。そしてあらゆる出来事や政策はそれぞれの有権者グループに対して異なる影響を持っています。折れ線グラフは有権者の世論の推移を表しているものです。また、特定の政策に対する彼らの意見を示しています。ちょっと見てみましょうか。貧困とも富裕とも言えない。平均的な中流階級人は人生の大部分を住居費のために働くことに費やし、またおそらく毎年休暇を取ったり1台かそれ以上の車を手にする余裕があるでしょう。どうなんだろう。これを読むとなんか中流階級っぽい感じもするけど、ね、僕自身の立ち位置を言っていますけど、彼らは通常有権者の大部分を構成しています。人口に対する比率、それでも何 ?50% なの中流階級。なんか8割ぐらいが中流階級なんじゃないのって感じもするけど、一般的な割合ちょっと後で見てみましょうか。富裕層と貧困層もね、合わせて。政府への態度やや不満。政府への冷笑度。極めて信頼している。何なんだこれは。政府に対して不満を持っているものの、政府に対しては信頼を置いている。矛盾してるな。これが今の日本の中流階級のね、我々の立ち位置を如実に表しているんでしょうか。続いて、影響。このエリアは有権者グループに対する様々な影響のリストをそれぞれの影響に対する有権者の印象とともに表示しています。緑はいい印象。赤は悪い評価を表しています。政策状況並びに価値観などの変化につれて、時間とともにこれらの影響も変化します。所得税に対してはかなりネガティブですね。相続税なんて僕ね、ほとんどないですからね。固定資産税。あとは健康税額控除。これはポジティブだね。ホームレスがマイナスか。中流階級からするとホームレスとは無縁な気もしますけどね。続いて、個々の影響をクリックすることでその項目に関する詳細を見るためのショートカットができます。例えば、所得税が中間層の有権者に与える影響をクリックしてください。じゃあ、所得税クリックします。そして、ここが所得税の詳細画面。2項目間のほぼ全ての影響についてこれを見ることができます。所得税は政策です。この画面では政策が与える影響を示しています。所得税ね。政府が歳入を得る最も一般的な方法の一つが人々の所得に対する直接課税。雇用者によって源泉徴収されます。所得税は一般的に累進課税。富裕層は彼らの収入に対して貧困層より大きな割合で、税を支払う。なので、社会主義者や低所得層から受けがいいと。所得税に関して言うと社会主義者はプラス、平等っていうね、概念に対してもプラスと。一方、中流階級化するとなんだよっていうふうに思ってるわけだ。で、政策のスライダーは特定の政策を調整するために使われます。これらを用いれば所得税を上下させ、有権者グループや状況、統計データなどに関連する全ての項目に影響を与えることができる。できるのね。ちょっと動かして。例えば、所得税を 1% にした場合、逆に 90% にした場合、中流階級や富裕層から完全な脳を突きつけられるな。収入の履歴も一応見れそうですね。では次へ押します。政策スライダーを動かすと影響に2種類の値が表示されることに気づいたかもしれません。暗く表示されているのが現在の値で、スライダーによる効果は新しい値。この値は現在の値から新しい値へ時間をかけて移動。すぐに変わるわけではなくて、徐々にそこに向かって収束していくっていうイメージですかね。変更元に戻します。で、状況を続けて私たちの国に現在影響を与えている状況について確認をしておきましょう。詳しい状況を知りたいアイコンをクリックしてみてください。どうしようかな。なんだろう。パッと見でわかりやすそうなのがいいよな。じゃあなんかこの自殺者みたいなやつ見てみる？自殺で合ってるかな？ちょっと隠れちゃって見えないけど。犯罪撃退の能力に対する信用を失った国民は自身で問題を解決することを始め、その結果、暴力的な自警団がその場でリンチした。この件は、さらなる混乱と犯罪を呼んだに過ぎなかった。と言われているけど、何なんだろう。状況は入力と出力があります。要因と効果のことを言っているな。で、出力では、他の対象に対する影響が示されています。で、ここでは何かを変更することはできません。ただ、様々な効果を見ることしかできないのです。ちょっとこれ何の項目を今見てるのかわからないからね、隠れちゃってね。見えるかな？一瞬。見えなかった。何を見ているんだ？自殺みたいな感じに見えたけど。トリガーとグラフ。この画面の上部にあるグラフはこの状況の強さを推移、および2つのトリガーを表しています。上はこの状況を実際に引き起こしたトリガーであり、下はこの状況を抑えるトリガーです。では続いて他のを見てみましょう。これ何だったのかな？ちょっと気になるけど。じゃあ青いアイコン、これ分かるものにしよう。これ海外旅行みたいなやつだったよね。まあ、航空移動にしますか？ちょっと隠れちゃって読めないので。国家の経済及び GDP に強くリンクしていることが多いです。裕福な国民は海外で余暇を過ごし、まあ僕ね、結構海外、まあタイ行ったり、奥さんと海外のディズニーランド行ったりするんだけど、決して裕福ではない。豊かな経済はビジネス目的での航空機利用を意味します。そしてより多くの製品が空路で運ばれるようになります。航空機の利用は価値の変動に敏感であり、燃料費、税金、その他の費用の変化が大きな影響を与えますというふうに出てますね。ではメイン画面に戻りましょう。政治力。この値には十分注意してください。この政治力はあなたの政府がいろいろと実行するために必要な力の量。3ヶ月で使える政治力は限られていて、政治力が枯渇した場合は単位終了まで待たなければならないと。そういうことですね。で、新しい政策。新しい政策を作成する方法を確認しましょう。政策ボタンをクリック。これが政策ボタンなんですね。このびっくりアイコンみたいなのは。新しい政策は、大臣たちが提案した新しい政策です。政策は上部のタブでいくつかのカテゴリーに分けられています。選択された政策の詳細は右側に表示。赤く表示された政策は政治力不足により現在実行ができないものになっているということですね。じゃあ、市民権試験。市民権試験は我が国に移住しようとする人々が我が国の文化や歴史を明らかに理解しているか、確かめる手段です。これは新参者が文化的衝突を起こす可能性を減らし、統合を促し愛国的な人々に移民を怯えなくても良いと安心させるための市民権試験。まあ、外交ではこういうものがありますと。福祉、経済、税金、交易ですね、交易。法と秩序、運輸とあるわけですね。うん。じゃあ何をまず試しにする？さっきだと、法と秩序とかにしてみますか？囚人のタグ付け。こういうのやると、なんかいろいろ問題ありそうだな。あとは税金関係かな。ハイブリッドかイニシアチブとかちょっとやってみるよ、じゃあ。ハイブリッドかイニシアチブ。ハイブリッドカーは低速度で CO2 を生産しない電気エンジンを使用するため、環境への悪影響を抑えます。また、燃費が良くなるので、石油燃料の需要を減らす。欠点は非常に高価なことですが、税制優遇措置により多くの人々が新車購入の際、ハイブリッドモデルの購入を促すことができるでしょうと言ってますね。で、スライダーをいろいろ動かせますという話ですね。次のターン、気になるところは多いが後に回すことにしましょうと。で、次へ押してくださいということですね。これで一旦なんだな。政策を実施して、次のターンに送って、政策の結果が出るというのが、まあ、おそらくゲームの進行のパターンになるんじゃないかなと思います。報告書。これは四半期報告書です。国家の現状に影響を与えるいくつかの重要な指標をハイライトしています。また、注視するべきその他の情報もあるかもしれません。この四半期で気を配るにせよ、たくさんやるべきことがあるように見えますと。終了。はい。終了しましょう。じゃあ、四半期報告書から見ていきましょうか。GDP。数字を見る限り横ばいだね、GDP は。で、失業者がどうなっているかというと、まあ若干上がっているかな、横ばいかなっていう程度。なるほど。で、職務質問。政策に関わる早急な対応が必要な質問があります。何でしょう？ある個人が犯罪を犯していると思われる場合、路上で人々を足止めし捜査する権限を与えるよう、警察からの要望があります。現在の我が国の警察は正式に逮捕しなければ誰かを捜査することができない。職務質問は別にありますよね。権限を広げる。この権限を犯罪と戦う上で貴重な武器となり、そういうこと？ちょっと待ってね。予算の報告とかも一通り見てから決めよう。チャート。チャート画面では経済に関する重要な指標の変化を折れ線グラフで表しています。世界経済は GDP に影響を与えます。債務水準には常に気をつけているべきで、債務超過の場合は債券市場が神経質になり、国債の金利が上昇するため債務のスパイラルを引き起こす可能性がある。そういうことね。まあ、我が国日本はね、そうは言っても債務超過ですからね、基本的には。支出と収入見ておくか。支出。このチャートは政府支出の内訳を表しています。ということだね。国民年金。えぐいな。公共保険サービスもえぐいな。このあたりちょっと削っていかないとまずいよね。でもね。国民年金。まあ年金はもうすでに崩壊していると言ってもいいですからね。公共保険サービス、公立学校、公立住宅。収入は、まあ政府の借入。まあだからね、ちょっとこのあたり、なんとかしていかないといけないよな。返していかなきゃいけないよね、どんどん。おっと、×で閉じちゃったんで、消えちゃいましたね。じゃあ、おさらいしておきましょうか。ちょっと画面上に、そしたら各、見づらいんでね、今。出しましょう。で、赤いものからちょっといろいろ変えていかなきゃいけないわけだな。まずは税金。いや、税金上げるよりも年金だよね。国民年金をちょっとさ、考えましょうよ。国民年金。年金どっかにあったよね。国民年金を、ちょっとこれも重要だよな。企業の国外流出ね。今ちょっとネガティブなの見てます。競争力のない経済があって、ここは熟練不足。まあ今ね、外国人労働者に頼ってる部分、たくさんありますからね。ゲット。アルコールの乱用。ストリートギャング。で、今我々が欲しいのは、国民年金だよね。年金の部分をちょっとね、いろいろ変えていきたいよな。財務データ。国民年金。これをちょっといじっていきますか。まずは国民年金ですけど、退職後のために資産を残すのは個人に任せるのではなく、老後の最小限度の生活を保障する。平均寿命が上がった時に膨大に膨れ上がる年金の支払いにかかる国の負担についてよく考慮してくださいと。もう崩壊してますからね。じゃあ、国民年金をざっと減らしていきましょう。ざっとね。どこまで減らすかだよね。国民年金増やすと定年退職者とかラッキーっていう感じで喜ぶものの、まあ、当然ね、コストがかかりますという話なんで、国民年金を少し減らしましょう。変更適用する。ああ、ちょっと待って、その前にだ。今の政策パワーをちょっと見ておきます。今のパワーが15だね。15なので、これをどんだけ使っちゃうのかっていうのをちょっと見ましょう。まずは減らしていかないと話にならないので減らす。変更適用。政治力を使用。どんだけ使用したかだね。ああ、全然使ってないじゃん。5だよ、5。本当に？今実行されたのかな？ちょっともう一度確認しよう。変更適用。政治力の使用を確認。どんだけ使用するかちょっとここで教えてほしかったな。で、公共保険サービス。多くの人は自分の個人的な健康治療には喜んでお金を払いますが、国が収入に関係なく全ての人に最低限の健康治療を提供するかどうかについては争点となっています。まあ確かにね、僕タバコとかは吸わないんで、タバコをね、吸って、まあ疾患される方に対して、その保険からね、お金が払われるっていうのは、っていう気もしなくもないですけど、まあ逆にね、僕が、そういう逆のケースとかっていうのも、いろいろあるとは思うので、まあ、一概に言えない部分かなとは思います。ちょっと今画面が飛んじゃってます。ちょっとお待ちくださいね。はい、戻ってきました。じゃあ、どうしようかな。公共保険サービスですが、これもちょっと下げよう。下げざるを得ないよ。もうこのあたりはさ、なにもう実行できないと言われている。次、プラス15もらえるっていう話であって、今15あるっていうわけじゃないってことかな。ちょっと一旦じゃあターンを食っちゃいますか。ターンを。職務質問どうするか答えないとダメなの？じゃあ権限を広げるよ。で、NEXT。失業率をごまかしていますとか出てるけど。どういうことよ、これ。国際メディア界の大物に賄賂しています。贈賄ね。で、四半期の報告書が入ってきました。まずは財務データを確認したいよね。お、支出がちょっと右にガクッと下がってくれてる。これは嬉しいな。今行った政策がダイレクトに効いてますよね。まあ、時間とともにさらに、この辺りは改善がされるんじゃないかな。支出、公共保険サービスが減って国民年金もガクッと減ってるね。いいよいいよ。だからこれ債務の利息が一番上に来るようにするのが理想だよね。で、収入も所得税、法人税、消費税。この辺りをちょっといじっていきましょうか。はい。という感じで、ちょっと今回初回でね、チュートリアル前半ベラベラとお話してしまった部分多くなってきてますけども、まあ、こんな感じで、たくさんのね、課題、問題点を抱えている我が国、日本。これから、まず最初の任期3年間ね、しっかりプレーの方頑張っていきたいというふうに思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、Twitter の方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。